新聞掲載バブル。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月25日月曜日、はい、土曜日にね、朝日新聞さんの朝刊にね、私の記事を、掲載していただいたんですけれども、今日ねすごかったですね。びっくりしました。お弁当ね、いつも通りね販売してたら、もう行き交うね人から、もういろんな人からね、もう知らない人からも、朝日新聞見たよと、新聞載ってたねっていうね、お声掛けをねいただきまして、びっくりしましたね。あとね、新聞見たよっつってね買いに来てくださった方々がね多くて、初めてね来られた方とかもいらっしゃって、12時ね前ぐらいにもうね完売しまして、びっくりしました。はい、今日20個作って20個完売しましたよということで、まさかのね、新聞掲載バブルね、炸裂ということでびっくりしましたね。で、問題のね現物の新聞なんですけど、私まだね土曜日結局手に入らなくて現物見てなかったんですけれども、今日ねあの弁当買いに来てくださった、地元安岡のね後輩の奥様が、朝日新聞ね、撮られてる方みたいで、新聞をねお取り置きしてくださってたみたいでね、持ってきてくださって、まあ開いてみてねびっくりしましたね。このねこの部分しか、見たことなかったんで、まあデジタル版と、まあ、知り合いの方がね SNS とかでしゃべって、送ってくれたのが、まあ、この欄ですよね。で、前面ね開いてみたらバンと、もう隣にね、参院選挙の補選のね候補者のプロフィールがバーっと並んで、まあ、その記事が、載ってるわけなんですけれどもね、まあ、参院補選と山口市長選候補者のプロフィールですよね。で、面白かったのがこの中でね YouTuber のヘズマリュウさん、ヘズマリュウが載ってまして、まあ参院補選にね立候補されてて、すごいですよね、6800ぐらいだったかな取ってたんで、すごいなとみんな驚いてましたよね。で、そのヘズマリュウさん、私ドンと引いてみたらね、おお、こういうことかと、まあ、これはなるほどねと、この配置だったら、ね、まあいろいろ言われることもあるなと思ってですね、納得ということでね、まあ結構面白かったんですけれどもね、もう思った以上にね、でかくて、掲載欄がねでかくて、4分の1ぐらいね私の記事で使われてたので、うわー、これはすごいインパクトあるなと思って、それでね、まあ土曜日、先週のね土曜日からあと日曜日もね、仕入れから帰ってきたら目の前でこの切り抜きを持ったねおじさんが、話しかけてきてくださったりとね、もういろんな方がね、見てくださってるみたいでね、やっぱ反響がありましたと。まあ今はね、まあいろいろ言われることがありますけれども、まあ一時ね、バブルの頃とか、まあ昔ね、朝日新聞の、天聖人語をね読んでないと、ダメよみたいなね時期もありましたからね、もうその時代時代によってなんかそのいろいろ変わるんだなと思いながらですね、まあこの土曜日掲載されてから、土日月とね、なんかいろんなね反応が、いろんな人のね反応が見れてね、まあ個人的には面白かったなと。まああと大多数のね人たちはもうね、特に、その新聞のなんかね、なんていうんですかね、イデオロギーというか右左とか関係なく、あ、新聞見たよっていうようなね、まあ、素直な反応だけだったんでね、まあ、別に、まあ、8割ぐらい、まあ、そんな感じだったんで、まあ、何の、影響というかね、まあ、そういう変な意味での影響はなかったなというのでね、ちゃんちゃんという感じでした。まあ、ちょっとね、意識高い系の人がね、過剰に反応したかなというような感じかなというような感じでした。はい、まあね、まあ
言ったらもうプラスでしかなかったということですね。はい、おかげさまでね、トリマンと、私ね、知らなかった人をね、知ってもらえたのでね、本当に、朝日新聞のね支局長さんにはね、ただただ感謝申し上げますという感じですね。ありがとうございました。はい、というわけでね、まさかのね、朝日新聞掲載バブルにね、のおかげでお弁当ね速攻売り切れましたよということでね、まあ、反響にもびっくりしましたということで、あとですね、今日ねお弁当を販売しててびっくりしたのが、インスタのね、インスタの方に、インスタグラムの方に、3日前ぐらいかな、メッセージをね送ってくださってたみたいなんですけど、ちょっと私ね、インスタ増えてというかですね、あんまりちょっと理解してない部分もあったんで、フォローしてなかったらフォロー外のなんかメッセージが、見るところがあるみたいで、まあ、そっちの方に行ってたみたいで、そっち気づかずにね、スルーしてたみたいなんで、申し訳なかったんですけれども、ね、お近くの会社の方ですかね、から、インスタね見てお弁当ね予約をしたいということでメッセージをね送ってきてくださってたみたいでね、びっくりしましたね。でまあ今まではねインスタ、もう一番最初のねインスタを SNS になる前のインスタね、もうただのカメラアプリみたいな時からも入れてたんですけどね、昔ね。それがいつの間にか SNS になって、で今のね、若者はみんなインスタの方というね、流れでしょうけど、なんかねもう個人的には昔のねブログ時代のもうアイドルが手抜きで、写真パッと貼って、文章2行ぐらいのね、あの印象がねもうすごく強くて、もうあんな感じのね、使い方かなみたいなね、あと写真メインであと文章ちょろちょろみたいなね、なんかね手抜き感というかね、なんかねちょっとあんまりいい印象がなくてですね、まあ、その時代のねブログの書き方、文章をジャーっと書く人と、しっかり書く人と、もう写真ピッと貼ったり、2、3行ピッと書いて終わりの人とね、いたわけなんですけれども、有名人とかでもね、まあ、そっちのなんか、匂いがしてなんかねあんまり、好きじゃなくて、であと使いにくいってね、文章書きにくいなというのでね、あんまりね、更新はしてなかったんですけれども、最近ね、なんかねもうインスタの方、インスタの使い方とは全くね、インスタとしてはね間違った使い方をしていると思いますけれども、まあ、正しい使い方はね、映える写真を貼ると、ね、しっかりね綺麗な写真を貼ると、でまあ文章はねそこそこというようなのが、まあ、正しい使い方なんでしょうけれども、もうねそんな無視して、もう Facebook のね、まあコピペでいいやと、もうね、まあ、文章長めになっちゃうけど見にくいかもしれんけど、まあ、それでもいいかと、いうようなねスタイルで、まあちょこちょこね上げてたんですけれども、上げてたらね結構ね、今までその他の SNS でつながってる方以外のね方、特に女性の方がね結構反応がありまして、20代30代40代ぐらいのね、女性からまあこう、メッセージなり、まああとは直接ねお弁当とか、まあ、店内夜のね、通常営業の時にインスタね見てますよと、フォローはしてないけど、今日の夜もですね最後ご来店くださった方がですね、昔ねコロナ以前に、ちょいちょいね、ご来店くださってた方が、インスタね見てますよと、フォローはしてないですけどねと、もうそのパターンがね結構、多いんですよね。まあロム線ね見るだけの人ね、自分投稿してなくて見るだけの人とかね、またはフォローしなくて、ね、フォロー外から見る人みたいな感じのね方が結構多くて、ああこれはね、やっとかなあかんなということで、まあ、やってたんですけれどもね、今日もねそうやって、女性ね、若い女性お二人からね反応がありましたので、ああやっぱね若者は
インスタだねと思いながらね、インスタグラムね一応投稿しとかにはいかんなとね改めて思った次第でございます。まあ今やってんのが、まあブログはねもうこの YouTube 撮ったのをもともとねこんな感じの喋ってる内容を文章にしてたのがトリマンブログなので、まあ文章ね同じこと書いてもしょうがないのでもうこれは貼り付けるだけっていうようなね使い方に書いておりますと。でもともとねずっと15年ぐらいブログ書いてたのでもうトリマンブログでねもう検索エンジンで引っかかるあれがあるのでもう貼っとって、ブログが先に引っかかってそっから、YouTube っていうね、流れも多分あると思いますので、あると思いますというかまあデータでね実際そういう感じになってますので、まあ、検索エンジンとしてね、もう Yahoo とか Google とかもうそんな扱いですよね。これなんて言うんですかね、ちょっと忘れましたけど、まあそういうねなんかもうトリマンブログ自体がもう長年やってることによってなんか検索に引っかかる何かしら引っかかるので、まあ、例えば、トリマンブログでね不動産王のことをずっとね不動産王不動産王で、ひたすらワードで書いてて写真貼ってたりしたらもう不動産王って検索したら不動産王が出てくるよとか、まあすっぽんね太郎社長とかもね、出てきますし、まあ、そんな感じでね検索エンジンとして引っかかるね、コンテンツになってしまったので、まあ、それにね YouTube を貼ってるっていうので、まあ、結構ねそっちから入って見ていただけるというパターンもありますので、まあ、そのね、ブログと、YouTube と Twitter、Facebook、Instagram、まあ、あとは、Google マイビジネスは、ちょっと最近ねあれですけれども、まあ、それぐらいかな。あと TikTok ね手出したら完璧だなぁと最近ね思ってるんですけどね、 TikTok ちょっとやってみようかなというね、ただね TikTok 見てたらねもうなんか TikTok ともう TikTok はもうおっぱいだけでできてるのかなというぐらいねなんかもう女の子がおっぱい揺らしたりとかまあそんなねショート動画ばっかりなんで、しか出てこないので、YouTube は猫か、TikTok はおっぱいと、そんな感じなのかなと思いましたね。はい。で今日ね夜ねめちゃめちゃ暇で、昼夜合わせて、ね暇でしたという感じだったんですけれども、夜ね最後ご来店されたね、の女性の方がエステ関係のね方で、まあ、ちょっとお話してたら、もうね最近はねあの若い子はねあのみんなもう、脱毛してるよと、まあ薄々ねそういう話はね。聞いてたんですけどね、まあ、女子はまあ結構やってるし、まあ、男子もねやってる人をね多いって聞いてたんですよね。で同世代でもねやってる人がいるんですけれどもね、まあねあの手とか、まあ、すね毛とかね足のねすね毛とかも当たり前で、もう何やったらねもうアンダーヘアからね、T から O から、ね全部行くのがトレンドらしいんですよね。ただまあ昭和生まれの人にはねまだ抵抗あるけど、平成生まれの人は結構ねもう抵抗なしにね意外とやってると。でもうね若い女性とね付き合いたいんだったらねもうやっとくべきですよとね、めちゃめちゃ勧められました。はい。で前ね別途のね、そういうエステ関係のね、方がいらっしゃってね、まあそうやってまあ、脱毛のね話になった時にもね、結構ねみんなやってるよと、もうそっちもう海外ではねもう当たり前で日本人ぐらいじゃないのっていうようなね流れになってきておりますので、もうね大人になる時にですね生えてね、アンダーヘアがね生えたらね一人前と言われておりましたけれどもね、大人になって、まあ、わざわざそれをね永久脱毛するというね行為が今流行ってると、それが主流だと。これ逆になったらどうするのかなとね、これ時代の流れがね流行が変わってまたね元の方にナチュラルがいいんだよってなった時にですね、もう永久脱毛してたら生えてこないですからね、そういう時は、どういうあれになるのかなと、植毛かと思いながらですね、まあなかなかね、昨今のねまあ本当若いね男の子でもねそうやって綺麗好きというかね、
お肌のねケアとか、まあそういうね毛の処理とかをねやってる子が多いそうです。なんかねもう本当にサッカーやる人とかはねもう本当にすね毛とか、結構剃るらしいんですよね。まあ、それが結構びっくりしましたね。私も小中とねサッカーしましたんでねもう普通に、ナチュラルのままね生きてきましたので、ああ今そういう時代に突入してるんだなぁと思いながらですね、よく YouTube 開くとですね YouTubeCM 広告に今下関のね駅前のなんかそういう脱毛のね、お店の CM がよく流れてくるんですけどもね、なんか脱毛流行ってんなぁっていうのはねまあ今日改めて、感じたというかね改めて、知った一日でございましたと。はい、世のね男性諸君、若い子とね付き合いたいなら、全身ね脱毛ね、トルトルに、するのがベターらしいです。はい以上です。はいというわけでね、語訳の方もね今週も開幕しましたので、10月もね、ラスト、ね、月末の追い込みウィークに突入しましたので、まあ、支払いがね迫っておりますのでね、あの現金欲しいので、ご予約の方をねお待ちしております。ゼロ1323216119までよろしくお願いいたします。でチャンネル登録の方が、273人、ね、高止まりとなっておりますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ね今日はねもうバテバテでね、営業終わって、まあ、そのままね久しぶりで明日ね、火曜日ちょっとね前半に大量のね焼き鳥のテイクアウトがねご注文いただいたんでもう刺しとかないとね、弁当売った後に、仕入れ行ってまあその後ねやってたら間に合わないので、ちょっとね夜ね仕込みして、たらもう力尽きまして、再びね、座敷でぶっ倒れて、ね冬眠しておりましたということでね、だいぶねだいぶ寒さに慣れてきましたね。まあそこまでね昨日は寒くはなかったんでねまあなんとか耐えれましたけれども、ちょっとねまあぼちぼちね限界も近づいてきておりますのでねまあなんとかね12月ね末ね年末までなんとかこのまま行きたいけれども11月1回ぐらいね連休取っとかんともたんかなとかね、まあ、この今心のね葛藤に揺れておりまくりな、日々が続いておりますね。まあ、10月はもうこのまま行ってねしっかり売り上げを、作ってまあ前年アップはね、確実に取りに行きたいという流れでございますし、まあねコロナ以前でもね、プラスに行きたいと思っておりますので、まあ、ただねちょっと11月12月とね、ちょっと追い込まないとやっぱね来年がね心配ですからねどうかな。まあ、ただねもう今日みんなお客さんびっくりしましたけれども東京のね感染者数が17人となっておりましたのでもう本当に海外はね結構まだ感染者数が多いのに日本だけなんか終わった感があるんでもうこれねもう水際だけもちゃんとしてくださいよとねまた同じね、二の鉄三の鉄じゃないですけれどもねまた海外から入ってきてね、また新しいなんたら株がね入ってきて、また蔓延するというパターン今国内だけやったらねもう完全に抑え込んでおりますのでねなんかもう寒くなってね2週間で今日ね月曜日から、まあ東京とかね今まで緊急事態宣言あったところはね、通常営業に戻っておりますのでねまたなんか日本全体でまあそういう時短営業とかもねなくなって、居酒屋もう通常営業していいよみたいな流れになってますのでまあなんかね地方も下関の方もね、まあ、その流れに乗って日常にね戻ってくるような、まあ、感じ、まあ、日常に戻るといってもね8割経済7割経済なんでしょうけれどもね、まあ、そこはねまた、今まで通り足し算の経営で、まあね、昼夜合わせて、
まあ、前年ね、コロナ以前の売り上げを作るというのを、やっていくしかないんでね、まあ、やるしかないということですね。まあ、きついだるいね、もう限界だとね、泣き言は言いますけれどもね、目が死んでようが何しようがね、何目が死んでんだよとかね、まあ一般的には言われるかもしれないですけれどもね、弱ってからが、勝負ですから ね、目の輝きがあるうちはね、まだ余裕があると、ね、格言みたいなことを言っておきましょうかね。弱ってからが勝負やと、ね、弱ってからでもね、動けるようにすると、まあ、その戦いね、今入っておりますので、目が死んでようがね、弱っていようがね、休みませんと、動きますということでね、引き続きね、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、目の輝きに騙されるなとね、かっこいい風なことを言ってみてみます。はい、以上です。終わります。